ふん、雑魚の分際でやりよる。そうでなくてはの。ん、そちらにいるのは逃れ者の珠代ではないか。これはいい手土産じゃ。やはば、首を四つ持ち帰ればよいのかの。違う、二つじゃ。鬼狩りと逃れ者、残りの二人はいらぬ。うん、鬼狩りの首を取る前の余興じゃ。先に女の首を取ってやろうぞ。さあ死ね。禰豆子、やれるのか。確かに禰豆子が片方を相手してくれれば俺ももう一人に集中しやすいけど、いや、悩んでいる時じゃない。今はやる時だ。禰豆子、一人を頼む。俺はもう片方をすぐに倒す。それまで持たせてくれ。私の相手をするつもりか。愚かよの、愚かよの。私の槍で体中に風穴を開けてやる。粘りよ、粘りよる。面白いの、存分に遊ぶ。本気の本気で相手をしてやろうぞ。押してますよ、珠代様。ええ、しかし相手も鬼。このままではいたずらに時間が過ぎ、朝、私が何とかしなければ。そろそろ薄汚い鬼狩りには消えてもらおうか。それはもう残酷に。焦るな。焦っていたら状況が見えなくなる。少しずつでいい。見極めて距離を詰めろ。俺ならやれる。死ぬ者が。しかし見れば見るほど薄汚い子供じゃ。わしのそばに寄らせはせんぞ。近づけないで矢印を放ってくれ。前に進む。えい、決して許せぬ。せい、土ぼこりを立ておって、人間ごときがわしを苛立たせるな。地にまみれても、何度倒れても、最後に勝てばそれでいい。ゴリャ、許せぬ、許せな。うん、全集結、行くよ。逆手も、
水の呼吸銃の肩デテールテールえいやとってみせる。少しでも早く薬を完成させるためにどんな鬼とも戦う。戦って勝つ。横見てグルマ。やった。おのれ、お前の首さえ持ち帰ればあのお方に認めていただけたのに。許さぬ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 。汚い土にわしの顔をつけおって、お前も道連れじゃ。あ、しまった、相打ちだ。あ、技を放って受け身を取らないと。体がぐちゃぐちゃだ。地の肩打ちよ。出せ、技を出せ。こんなところでやられるな。水車百つも水面切れ雫波紋月ねじらうぜ。バラと足が折れた。ダメだ、疲労で刀を握れない。早く行かなければ。鬼はまだいる。すぐ行く、すぐ行くから無事でいてくれ。どうか無事で。死んでしまったんですか。間もなく死にます。これが呪いです。体内に残留する鬼舞辻の細胞に肉体を破壊される。炭治郎さん、この方は十二鬼月ではありません。え、十二鬼月は眼球に数字が刻まれていますが、この方にはない。おそらくもう一方も十二鬼月ではないでしょう。弱すぎる。弱すぎる。あれで、この血が治療薬を作るための手がかりになると良いのですが。